威嚇する白鳥アムステルダム国立美術館像、ヤン・アセリンはオランダの画家。ヤン・アセリンはディエップの出身。エサイアスファンでベルデの下で修行し、風景画や動物画で目立った存在となる。フランスやイタリアを旅し、ピーテル・ファンラールのスタイルから影響を受ける。また、フランドル出身の画家たちのグループ W、ベント・ボイケルズのメンバーともなった。1645年に、 リオンで、アセリンは右手が不自由で背も低かったようであるアセリンはレンブラントと親しかったようでイーゼルの前に立つアセリンを描いたレンブラント画のエッチングが残っているアセリンはクロード・ロランの作品のようなはっきりとしたスタイルの風景画をオランダに持ち込んだ初期の画家の一人であるアセリンの代表作の一つ 威嚇する白鳥は巣を守ろうとする白鳥を描いているが、この作品はオランダ独立のシンボルともなった。しかしアセリンがそういった意図で描いたかどうかは分かっていない。卵の一つには、オランダ、巣を狙う犬には、我が国の敵といったように、この絵には代々の所有者により、文字が記入されている。ありがとうございます。